どうも、マサイです。お願いします。さあ、今回はね、埼玉県の、高校サッカー新人大会、全日程終了したので、軽くね、振り返っていきたいなと思います。さあ、新チーム初の公式戦、どのチームが結果を出すのか見ていきましょう。決勝トーナメントに進んでいるのは、16チーム。決勝トーナメントの組み合わせ、こうなっておりました。どうぞ。さあ、見ていただいております。去年新人戦、準優勝の武蔵越生や浦和学院、埼玉栄などの名前が、ございません。さあもちろんね、優勝候補と言っていいのは、プレミア所属の昌平高校だと、思います。2023年選手権、埼玉代表ですし、近年の実績から言ってももちろん優勝候補だと思われます。2023年の埼玉のね、選手権予選、準優勝の浦和南やベスト4の聖望学園、武南など、武南はね、去年のこの新人戦優勝しております。さあ、決勝トーナメント1回戦、昌平はね5対0と、大勝で勝利し、聖望学園も8対0と大勝しております。去年のチャンピオン武南も、3対0で埼玉平成を下しております。1回戦のね、最も注目カード、西武大 VS 招致深谷の対決、西武大が1対0で勝利し、2回戦へと駒を進めております。去年のね、この大会ベスト4の、聖徳深谷は1回戦で、敗れております。さあ、2回戦、まあ2回戦といってももう準々決勝なんですが、昌平 VS 伊地津浦和、昌平が5対4で、乱打戦を制し準決勝へ進出しております。そして前回チャンピオンの武南も細田学園を1対0で破り準決勝進出。そしてプリンスリーグ2部所属、西武大高校は、埼玉1部の、西武学園を破り、準決勝進出しております。さあ、狭山が丘 VS 浦和南の対決、2023選手権予選ベスト4で当たっております。浦和南が1対0で勝利しておりますが、今回も1対0で、浦和南が勝利し準決勝進出しております。さあ、準決勝なんですが、昌平 VS 西武大。さあ、プレミアリーグ VS プリンスリーグの対決。前半ね、2対1で昌平がね、リードして折り返したんですが、後半に西武大が追いつき、延長に行きまして、延長の後半に、西武大が勝ち越し、3対2で西武大が勝利しました。昌平ここで敗れる。西武大のね、鈴木選手は3得点、ハットトリックしております。出身は東京の STFC となっております。武南 VS 浦和南の対決は、1対0で、武南が勝利しております。ディフェンダー杉浦選手のゴールで勝利。杉浦選手 FC 深谷出身。さあ、決勝ですが、西武大 VS 武南高校の強豪対決となりました。武南高校連覇なるか。試合はね、2対2のまま延長戦に行きまして、そのまま延長も終わり、試合のね、規定により、両校優勝となりました。ということでね、武南は、連覇という形になりました。さあ、優勝は西武大と、武南高校ということになりました。昌平高校は去年に続き、3位、ベスト4となりました。さあ、強豪ね、ソロ埼玉の新人戦見ていただきました。まあ、まだ言っても新チームになってから、日は浅いですし、ここから春、そして夏を越え、冬の選手権にはどういうチームに仕上げてくるか、どのチームがね、上がってくるのか、そこもね、楽しみにしたいと思います。さあ、今回は以上となります。またね、いろんな新人戦結果や、雑学などを上げていきたいと思いますので、その時はご視聴よろしくお願いします。そして、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。